ボクシング日本ヘビー級王者田島満呂がまたまた初回 KO 剛腕パンチ連打で75秒殺。亀田プロモーション3150ファイトボリューム4結果速報。2023年1月6日金曜日エディオンアリーナ大阪第一競技場。下向き黒三角第9試合ヘビー級 90.7kg 以上8回戦。丸田島満呂28イコールクワール3KO1R1 分15秒、フック連打。黒丸スタッドカーラレック、30イコール対。日本ヘビー級王者の田島が4戦目。昨年8月、アマからプロ転向しわずか2戦で王座獲得。ここ3戦はすべて1ラウンド KO 勝利している。昨日の計量では田島は過去最重量となる 127.5kg を記録すると、1ラウンド KO を宣言し意気込んだ。その相手だが、急遽変更に。もともと対戦相手だったベダン・アガーワル、インドが怪我で棄権したため、急遽代役を探したところスカット・カーラレック、27イコール対に決定した。スカットは18勝、15KO、12敗で勝ちの KO 率が高いハードパンチャーだ。試合は 1R 序盤から強烈な3連打を放つ田島に対し、カーラレックも果敢にパンチを返すが、ハイガードでどっしりと構える田島は微動だにせず。田島が左右の拳を振ると、ガードの上からのパンチにもかかわらず、その威力にカーラレックはよろける状態。カーラレックをロープに追い詰めると、田島が怒涛の左右フック連打。カーラレックが前のめりに倒れると、レフェリーが試合を止めた。田島の1分15